久々の FR スポーツカーの復活は車好きを熱くさせた。あの86の再来となるトヨタ86、そしてスバル BRZ、 各地のサーキットでは走行会でよく見かける定番にまでなった。今回は各ワークスが手掛けた 86&BRZ の走りをお届けする。皆さんこんにちは、カートップ TV。 今日は袖ヶ浦に来ております。トヨタが出してきた、86なんですけれども GR、そしてスバルが出してきた STI の86、この比較をしてみたいと思います。値段的には100万以上違います。こちらがスバルの方が STI が320万円ぐらい、これはもう450とか、いきますのでね、その値段の違いは車にあるのか、その辺を見てみたいと思います。地方のワークスコンプリート乗り比べ、GR86VS BRZ STI スポーツ、ドリキン土屋圭一サーキット比較テスト。トヨタの新しいスポーツカーブランドとして誕生した GR。 4つのグレードがあり、86に設定されるのは上から2番目に位置する本格スポーツモデルに与えられる称号だ。パワートレインには手は加わっていないが、足回りやボディ、ブレーキ、内外装に手が加えられている。特に注目なのは235まで幅を広げたリアタイヤと強力なブレーキだ。さあ、それではスバル STI と GR の比較をしてみたいと思います。まずは GR86 からインプレッション。何がどう違うんだろうね。GR の方が足が硬いんだろう。さあ、コーナーを攻めての印象は？1コーナーの進入速度は150キロオーバー。 GR の完成度はどうですか？これはコーナー速いわ。ブレーキめっちゃいいな。これタイムは1分18秒40をマーク。水すだしのようなこの車、これは速い。
然早いわこれ。でね、安定してる、すごくリアがすごい安定してる。高いけど、ね、全然いいよこれ。車高調いらないんじゃないこれ。なんだろう、そのコーナーが滑らせようと思えば滑るんだけど、綺麗にこうタイムアタックしたいっていう時には全然滑んないから、すごく気持ちよく走れるよね。無駄がない。対するはスバル BRZ STI スポーツ。スバルが上質をキーワードに展開するシリーズで、大人の BRZ に仕上げられている。専用セッティングの足回りや STI 製フレキシブル保護パーツ、ボルド&ブラックの専用内装カラーなどを採用している。タイヤは前後同サイズで、銘柄は GR86 と全く同じ。エンジンも標準仕様から手は加わっていない。これはこれで味があるんだよね。さあ、STI が仕上げた BRZ をドリキンはどう評価するのか。どっちもありだね。スバルのこの STI の足もしっとりしてていい足だし、 GR は GR でスポーツしてるなっていうストロークの足だよね。これより若干こう締まってる感じ。これはこれでやっぱりノーマルの延長線上にある車だよね。マイルドな足回りで挙動もつかみやすい。すごく扱いやすい。楽しいよね。STI と GR の違いって、そのタイヤサイズで結構大きく変わるんだけど、ストロークが、サスペンションストロークが GR の方が少ないよね。あまり動かしてない。こっちの方がやっぱ動かしてる。STI の方がより街乗りを重視してるっていうかな。乗り心地っていうか、そう思う。タイムは1分20秒54をマーク。 GR との違いは、ブレーキの効きがまず違うね。一番大きく違うところは、その BRZ と86のね、 GR と STI の大きな違いはブレーキの効き方が、気圧がドンと上がるのが GR、踏めば踏むだけ効くのがスバルっていう感じかな。ノーマルの BRZ もそうですね、まあ、ブレンボーどっちも入ってますけど、 STI もノーマルも踏めば踏むほど効くっていう、GR の方だとドンと踏んだらカーンと効くよね。じわーっと効いてくるんじゃなくて、だからブレーキでタイムを詰めるっていうと GR の方がいけるかな。あと 1m 奥までいけるかなっていう、そういうブレーキの効き方をしてくれるよね。
これはこれでやっぱ楽しいよね。その215っていうタイヤで楽しむ遊ぶっていうのを満足させてくれるパッケージですよ。で GR の方はよりその無駄なテールスライドをなくした作りをしてますね。まあそれはもうタイヤの差が結構大きいと思う。215と235だからね。だからこの STI に235剥がしたらどうなんのっていう感じはしますよ。ドライビングスタイルや評価軸も異なるドライバーが乗るとどんな印象なのか、中谷明彦さんのインプレッションもご覧ください。スローコーナーヘアピンでパワーかけた時にリアがブレークするのが少ない、トラクションがしっかりかかってる感じです。そうですね、コーナーの安定感も全然高いですね。タイヤが溜まってくるとすごくライン取り姿勢が高くなって。おっと、珍しく中谷さんがドリフト。最終的にリアが滑っちゃう限界はノーマルタイヤなのでそんな変わんないですけど、そこに至る経緯のところがだいぶ分かりやすくなってます。この日はノーマル車との比較も実施。タイム差は2秒ぐらい速くなってるな。ノーマルが22秒2だったのが今20秒いくつかだった。続いて BRZ STI スポーツをインプレッション。こっちはスバルの STI の方なんですけど、全体的に言うと、まあ、非常に乗りやすい。リアのブレークするところとか非常に挙動が分かりやすくて、でアクセルをコントロールも非常にしづらい、まあ、しやすいんですね。全体的には安定性が高くて、まあ、乗りやすい。ただここ一発を詰めてっていう部分が明確にないので、こう一周だなと走っちゃいやすいですね。あとブレーキに関しても、トヨタの GR の方がちょっと剛性が高くて、安定してると。まああとシートなんかもこっちはノーマルのままだから、まあ、姿勢がちょっと動きやすいですね。さあ今回のカートップ TV いかがだったでしょうか。トヨタ86の GR、 そしてスバルは BRZ の STI、はい、どっちも味があるよね。なんか久しぶりに僕走ったんですけど、やっぱり FR は面白い、ね、面白いやっぱり FR で、だけどなんていうんですか、そのノーマルだと流れ出した時のコントロールがちょっとピーキーだったりシビアだったりするのが、うん、こういうメーカーが手が入ったことによってだいぶコントロールしやすいし、落ち着くよ、乗りやすいし、ノーマルだともうえっていう感じで滑るじゃない、それはそれでさ、そのトレーニング用としてはね、エントリーカーとしてはすごくいいんだけど、やっぱりじゃあ吊るしで欲しい人もいるわけじゃん、はいはい、ね、チューニングはしたくない、だけど吊るしでいい車ないかってなると、 BRZ だと320万で買える、 GR だと450ぐらい、はい、だからやっぱりそのじゃあその値段の違いは何かっていうところだよね。やっぱこの、まあ、この車出てから5、6年、2011年出たからもう6年7年経つわけです。その間にニューレとかいろんなレースやってきて、まあ、そういう場所で鍛えられたブレーキとか、あとザックスのチューニングサスペンションとか、やっぱそういうやっぱりノウハウが注ぎ込まれてるなってのは感じますね。
高くてもしょうがない。そう、これだけのことをやっぱり積み重ねてきたら、うん、これ値段はどうしてもね、いいんだもんって。あと聞くところによると、なんか LFA を作った工房で、そのエンジニアって作業で、うん、あのカウルを切ったりサスペンションを見つけたり、うん、アライメントもちゃんと取り直して、うん、もちろんそうなんだけど、そういう、まあ、その匠の手が入ってるわけですね、うん、だからそれは値段どうしても入っちゃいますね。そうだね、だから通常考えると高いなって思うけど、乗ってみるとその値段がしょうがないなっていうのに変わる。土屋さんがドリフト一発決めれば100万じゃないですか。僕はやっぱり吊るしだから10万ぐらいしかもらえないですけど、まあ、そういう差が車にはやっぱりあるのかなって。スバルの STI はさ、その吊るしプラス20万なわけで、20万だったら絶対買いでしょ。そうですね、もともとのスバル BRZ ってあの86よりもちょっとなんか乗りやすいっていうかね、あの安定してる感じが してて、でそれにまあちょっとタイヤを太くして、うん、グレードアップしてるから、さらにその乗りやすさが増してて、うん、まあ、安心感はね、やっぱり全然あるでしょう、ね、でシートからブレーキからって考えたらプラス20万だったら安すぎますか、うん、これ買うでしょ。でね、ちょっと考えたのが、はい、STI の方はさ215じゃん、はい、ね、まあ、ノーマルと同じサイズですね。そうそうそう、だから215同じサイズでもこれだけ変わるんだな。GR の方は235使ってるんで、 STI に235入れたらどうなんだろう。あ、それはかなり興味ありますね。ね、スバルももうちょっとその今度 BRZ でニュルトが出てもらって、うん、そこで鍛えたものを注ぎ込んで400万円の車になるかもしれないです。だから結果的にね、僕らから見るとやっぱこうスバルの STI の方はストリートメインでいいんじゃないかな、ストリート重視に考えて作ってるのかな、 GR の方はサーキットガンガン走る人に満足していただけるような仕上がりをしてるんじゃないかなと思います。年次改良で熟成が進んだ86と BRZ、 そのポテンシャルをさらに高めたのが GR86 と BRZ STI スポーツである。タイムだけを見ればおよそ2秒の差がついたが、150万円近い価格差を考えれば一概にどちらがいいかは評価できない。86の走りを突き詰めた GR86 STI スポーツは BRZ の持つ素性の良さを改めて教えてくれた。ただしどちらも FR スポーツカーにとって大切な楽しさを持っていることは間違いない。